アルフレッド・バーンバウム。アルフレッド・バーンバウムは、アメリカ合衆国の日本文学翻訳家、メディアアーティスト。特に、村上春樹の英訳で知られる。また、アジアの芸術や大衆文化についての翻訳、執筆なども言っている。1955年に、ワシントン DC で生まれる。ユダヤ系アメリカ人である。1960年に初来日し、小学校、高校は、 東京で過ごした。1977年から1978年の間、文部省奨学金で、早稲田大学に留学する。以来、日本を拠点に、メディアアート活動を行うとともに、1980年代からは、村上春樹や宮部みゆき、池沢夏樹などの日本文学の英訳を行っている。一時期早稲田大学で教鞭をとっていたこともあり、その他には、 納豆製造法の研究や、モンキー・ブレーンス氏、ニューテイス・トイン・ジャパニーズ・フィクションの監修編集でも知られる。日本語の構造にとらわれず、英語の感性を生かした翻訳を好むとされる。村上春樹は次のように語っている。バーンバムは一種のボヘミアンなんです。特に定食もなく、大学に属しているわけでもなくて、 タイに行ったりミャンマーに行ったりフラフラして暮らしている。彼はある場合には自分の好きなように訳すんです。性格かどうかよりは出来上がりの形を重視する。だから割に自由自在にやって部分的に削ったりもする。勝手に従って、原著者よりもバーンバム色が前面に出てしまっているという見解も見られるが味のある作風に対してのファンも多数存在する。ありがとうございます。